ノイズフロアを示すスペクトラムアナライザーによる測定信号理論においてノイズフロアとは測定システム内のすべてのノイズ源と不要な信号の合計から作成される信号の尺度であるこの時のノイズはもうに達している信号以外の信号と定義する無線通信や電子機器においては熱雑音、国体、宇宙雑音、遠くの雷雨などの大気雑音と空発的雑音と 言われることのある、その他の不要な人工信号を含む恐れがある。主要なノイズが測定機器内で生成された場合、これは物理ノイズフロアとは対照的な機器ノイズフロアの例である。これらの単語は必ずしも明確に定義されたものではなく、時に混用される。電気システム間の干渉を避けることは電磁両立性の分野の別個の問題である。 地震計などの測定システムにおいては物理的なノイズフロアは偶発的なノイズによって決定されそれには近くの歩行者の交通量や近くの道路を含んでいる場合がある測定された振幅を平均した時にノイズフロアと同じくらいである可能性があるためノイズフロアは確実に取ることのできる最小の測定値を制限するものである電子機器のシステムで ノイズフロアを下げる一般的な方法は主要なノイズ源となっているシステムを冷却して熱雑音を低減することである特殊な状況下ではデジタル信号処理の技術を使用してノイズフロアを人工的に下げることもできるノイズフロアを下回る信号は異なるスペクトラム拡散通信を使用することで検出することができるこの通信は特定の情報帯域幅の信号を 意図的に周波数領域に拡散することで、結果としてより広い占有帯域幅を持つ信号が得られるというものである。ありがとうございます。